あ、動画で、はい、動画です。じゃあ、深井皆さんありがとうございました。ありがとうございました。こういう感じです。なるほど、うん、かわいい。トークショー前にトークショーの衣装を買わされようとしてるみたいな。これからカピーさんと一緒に、はい、あの僕と一緒に漫画描いてる、先生、はい、そう、一緒に、イブさんはこういうなんかボタンになってる、こういうのも似合いそう、すごい。おしゃれすぎもうだんだんずっと家にいて、しかも猫もいてってなると、なんかだんだん カフェはやってますよね。あ、そう、カフェもやってて、もカフェやってたら普通になんか汚れるから、あ、なんか本当になんか制服みたいな。でも前に出ること多いから、まあ、そうそう、たもうエツでしか買えないシャツで、しかそう、あ、エツでしか買えないんだ。エツでしか買えない。へぇ、こんなの東京にしかないってお前東京行ったろお前東京行ったお前東京行ったろって言われる。アイス食べながら、ここです。なんか旧朝倉亭みたいな名前の、うん、はい、今日はお越しいただいてありがとうございます。漫画家のカッピーとリフリーです。はい、よろしくお願いします。乾杯。乾杯。1年ちょいぶりぐらいです。そうですね、1年ちょいぶり。ジャンププラス版左利き連の打ち上げで、歴代編集者と編集長と、なんかフカヒレを食べるっていう。フカヒレ食べたい。こんなでっかいフカヒレ出てきて、こんなでっかいフカヒレ出てきて、こんな食えねえよとか言ってたら、あ、これ見せただけですから。見せただけ、見せただけですよねって。本当に、僕その時に、めぐみさん話したかもしれないけど、新弁祭の企画書持ってったんですよ。あ、持ってきてた、そうでした、うん、そうでした。ちょっとなんか気まずくて出せなかったんだけど、その一応持ってってて、だから休もうと思ったんだけど、なんか打ち上げの時に編集者が来るってなると、なんか変なスイッチが入って、やってやるよみたいなさ、なんか、あ、すごい。ちなみにここ来る前に、僕の奥さんが今日中目黒でポップアップをやってまして、セレクトショップのバイヤーやってるんですけど、これをね買ってもらいました。はい、彼女や奥さんにぜひ、びっくりするぐらいなんか男性しかいない逆週末のハーレムで、話せる範囲でちょっと近況というか、ジャンププラス版終わった後、はい、最近どうですかっていうの。まあ、ここ1年ちょいぐらいのことでいうと、ずっと連載中、思いっきりで、もう人と会わない生活が長年続いてしまったので、そうですね、なんかちょっと人に会う機会を作ろうと思って、去年、特にまあコロナもちょっと落ち着いて、そういうイベントとかも復活してきてた時期だったんで、うん、宮下パークの中でポップアップやったりと。人と会わないですもんね。本当に人と会わなくて、いや、本当になんか本当はオフ会するつもりじゃなかったんですけど、なんか無理してやりました。あ、でも本当そうですね。なんかやっといた方が多分いいんだろうなと思って、なんか変な、うん、閉ざされた生活をしてたんで、今日も富山から来たんですけど、富山の、高岡市っていうところの高岡駅っていう、まあ、メインの駅から徒歩圏内に自宅があって、でそこの1階をカフェにしたんですよ、うん、カフェに改装して、で今週末だけカフェとして営業しててっていうことをし始めたんですね。まあ、そのあくまでもやっぱりその本業は映画企業なので、そこに支障が出ない程度とは決めてるんですけど、うん、まあ、でもおっしゃって、もう先ほどのお話も本当その通りで、社会性がどんどんなくなっていくんですよね。そうなんだよな。漫画家は危ないですよ。本当に危ない。漫画家は危ない。人としての形をとどめてるそうだよね、溶けていく。そうだよ、溶けていくし、Tシャツの襟が伸びていく。もう一個はリフニテンっていう、あー、でかいやつ、こう大げさな名前をつけていただいて恐縮だったんですけど、その富山、地元の富山で、ちょっと地元の新聞社さん主催で、なんかこう漫画家さんの展示をしたいみたいなところで、うん、私、声かけてもらって、
でたまたまそうですね完結したタイミングでもあったので、うん、じゃあちょっと左利きのエレン総ざらいみたいな今までやってきたしたかったなぁ。いやでもちょっと偏僻なところすぎたんだけど、本当に地元の人もここどこっていうぐらいちょっと分かりづらいところでやったんですけど、それでも全国来てくださった方もいて、ねえ、なんかツイッターとかでよく見たあ、ツイッターの話ちょっとやめようかツイッターでドラマがあるんです次はまたカピーさんといつかご一緒できる時のために、ちょっと力を蓄える、うん、いや、本当それな、一年にしていこうってなったのが今年からっていう感じですかね。なんかやりたいんだよな、うん、そうで、うん、新連載一応始まる目処分かったって感じ。あ、そうですね、なんか水面下で一応準備してたものが、うん、ようやく先月ぐらいから実際に稼働し始めて、うん、まあ、ちょっとお知らせできるのは年内中になるかなとは思うんですけど、また新しいチャレンジをしたいと思ってるので、ちょっといや楽しみだな、はい、僕は僕で実は本当に数日前っていうか昨日だ、はい、昨日だ、うん、ジャンププラス その新連載の連載会議は通ってたんですけど、うんうんうん、LINE を遡ると2023年の5月の編集会議で連載決まってたんだけど、今もう一周回った5月じゃん、うん、ずっと作画が決まってなくて、うんうん、昨日決まりました。あ、そうだったんですね、すごい。なので、まあ、こっちも多分、あ、まあでもジャンプラのそのスケジュール感的には多分秋ぐらいかな。私ちょっと知ってるってことは言っても大丈夫ですか？なんか今の時代にこれをやるというカッピーさんの挑戦今の人の気持ちをつかみにいってるなっていう感じがあったので、また全然イメージと違う。全然違う、うん、はい、なんか質問答えますか？事前にいただいた質問。やっぱりその明確に見えてるものがあるので、何か質問した時に必ず具体的なこう返答をいただけるっていうのがすごく心強かったですね。私の場合はもうやっぱこの物語がどういうことを伝えたいのかとか、このキャラクターがどういうことを考えているのかみたいなことを知りたいので、そこに対してなんか結構難しい質問だと思うんですけど、それ投げかけても割とすぐにより具体的に、もうここのシーンはこういう、こう目的があってやってるからとか、まあ、このセリフはこういう後につながってくることだからとか、この表情はこういうことを表してるからとかっていう、そのこういう風にしたいがすごいもう明確に答えがあったので、はい、一応それぞれの質問、そうなんだよ、結構多い朝倉というその第3部のキャラ、第3部の主人公の方の朝倉、なんかいろんな複合的な理由があるんですけど、そのもう一回左利きのエレンを描こうと思ったんですよね。それいつのタイミングですか？結構前、私が聞いた記憶では、うん、リメイク版のが始まる前、連載前の打ち合わせで、うん、もうすでに相沢君と、ゆい子がいたんですよ、ね、あ、そうそうそう、次この子たち主人公にしようと思ってみたいな話をもうすでにリメイク版書く前からあったんですけど、うん、百貨店編みたいな、話はやろうと思ってたんですよ。その子会社編、子会社編っていうのはずっと構想にあって、子会社編をその普通に高一でやると思ってたんですよ。でもその高一がもうやっぱ成長しきってるし、じゃあ高一の過去編としてやるっていうのを一瞬も思ったけど、でもそうすると話前に進まないなと思って、その本当にもう一人の主人公として書くぞっていう意気込みで朝倉ってつけたっていうのはまあ一個あるな。あとね、第3部はね、今まで避けて書かなかったことをちょっと書こうと思って、本当に何だろうな、なんか左利きのエレンって今まで良くも悪くもその嫌なキャラクターだけど、実は過去があってとかさ、なんか実はいいなんか信念があってとか、柳でさえなんか実はみたいなあったじゃん、そういうのなく本当にクズを出したかったんですよ。なんかさ、その神谷雄介とかってあんないい先輩いないよみたいなさ、でも嘘じゃないんだよ、俺が知ってるいい部分を書いてたんだけど、でもその第3部で取り上げたキックバックとか
なんかハラスメントとかはあったし、そのそうだな、ああいうの書かないと嘘になるなと思って、どっかで書こうと思って、いい先輩だけじゃないよっていうのを言いたかったがために、朝倉と神谷っていう同じ名前の2人でもう一回あの新卒編をやってるっていう感じ、だからあれは皮肉ですね。神谷っていう名前にしてるのはある種のその皮肉というか、その注意喚起現実の航空業界とエレンの世界観のギャップについてどの辺を意識して書き分けてますか。あでもこれ本当に同じ話だよね。あの現実の航空業界はエレンの世界の辛いことすら起きない、ルーティンワークが多い認識、うん、そうだからアントレースとコンペラとかさ、すげえさ大変なんだけどかっこいいというか、あの盛り上がる展開、でもそういうのすら起きずに、あの日々のルーティンに追われてるのが現状だよねみたいな、ほとんどだよねみたいなことだと思うんですけど、まあ、それで言うと本当そうっすよね。なんかあのでも全ての業界そうだし、全てのお仕事漫画の課題だと思う。実際そんなにドラマないよねみたいな、あの本当は面白いぞっていうのをなんかやりたくて結構挑戦してるのはあって、そもそも左利き2年書き始めた時に、そのいわゆるそのラスボス戦というかさ、最後の戦いをさ、モデル撮影にしてるんだけど、モデル撮影がラスボス編ってさ意味わかんないじゃん。だから俺の中で最後のクライマックス最終章でモデルオーディションとモデル撮影っていう2つの、イベントを考えたんだけど、モデルオーディションと撮影をこんだけ面白く描けるんだっていうのをやりたかったんですよね。それを見て自分のルーティーンの面白さに気づいてほしいなっていう気持ちもある、うん、じゃあ二振さんの質問いきますか。はい、はい、一番大事にしたのは、先週よりもちょっとレベルアップさせて書くっていうことですかね。素晴らしいご飯的ないや何かしらの発見をこう、まあ、本当にもう下積みがなかったものですから、書きながら成長していくしかないと思ったんで、まあ、今週はこれを試せたから、来週はじゃあ次別のこと試してみようとか、次の話ではここ前のできなかったここやってみようとかっていうような、とりあえずもう次毎回最高記録更新できるようにっていう気持ちで書いてました。もちろん多少のムラはあったかもしれないですけど、この質問が難しい、ね、この質問が難しい、はぁ、あ、ものすごいです。何が一番楽しいですか。楽しい、そうですね、依頼されてやる方が楽しいです。あ、そうなんだ、はい、でも確かに、ね、あの決まってなんか具体的であればあるほどやりやすいっておっしゃってました、ね、そうなんですよ。なんか相手のイメージだったり、こうやりたいっていうことに自分がエリック喧嘩するっていうことができて、そうそれそれそれってなった時のなんか楽しさっていうのが、やっぱりその結構モチベーションとしてすごい大きいんだなっていうのがあって、なんか最近知ったなんか言葉で、そのマーケットタイプとそのプロダクトタイプがいるって言って、クリエイターも経営者もいるって言ってて、はい、あのマーケットタイプは本当におっしゃる通り求められてることをどんだけ追求するかって、だからそっちの方がビジネス的に成功する確率が高いと。でプロダクトタイプ、コンテンツタイプは、あのもう作りたいものをこれを作りたかったってやってるっていう、その大きく2つあって、で僕は後者なんですよね。そのだからメンバーシップやってるし、そのメンバーシップだとそのあのマスではないじゃん、そのやっぱジャンプ本誌に載ってる漫画と比べたらさ知名度が低いじゃん。でもそこで読んでくれてる人はなんかもう読み方が違う、姿勢が違う、もうなんかもうすごいさ、もう前のめりでこう見てくれる、なんかたくさんある漫画の一つじゃなくて指名買いしてくれてる読者だから、だから本当に俺とカッピーと気が合う人が多分入ってくれてて、そっちを やってるっていう気持ち、だから その組み合わせだからすごいうまくいった可能性はあるんだと思います。一個連載終えるとさ、はい、死ぬほど出版社から脈きますね。出版社に捕まりますよね。いやまあそうですね、なんか呪術つなぎになっている感じで、でも結構それでも本当に合う合わないで申し訳ないですけど、断りしてるのもいっぱいあって、の中で、あでもこれはちょっと手放すの惜しいな、いつかやりたいな、それでもいいですかみたいな、いつかでもいいですかみたいな、10年先とかになるかもしれない。いや本当にマジでそうなんですよ。方でも、うん、いいよって言ってくださった、すごいなん
か私と個人的にも気が合いそうだなっていう編集者さんだけ数名の僕っていう状態でなんか、うん、そこは本当にありがたいことになんかそういう風味をなんか選べるって言ったら失礼ですけど、いやでもそれがやっぱ、はい、あのやっぱ1個連載を書き終えた人の特権というか、うんうん、や 今度からは選べるっていう、そうですね、もしかしたら一人いらっしゃるかもしれない。あ、そうなんだ。あ、そか、その可能性を考えてなかった。危ねえ。一回見ます。ちなみに僕の将来の夢は、あの、全ての主だった出版社で漫画を出すっていう。すごい。すごい。で、全ての主だった出版社で何かしら、その、クロスオーバーやるっていう。あの、ちっちゃくてもいいから。まあ、質問こんな感じですかね。じゃあ、なんか今日これを話したくて来たんだみたいな、こう話したいことがある人まずいます？じゃあ、7年前に来て、ちょめっちゃ横使い倒してるんですけど、僕そのトライアスロンやってて、トライアスロンで来てんのこれ？あ、そうですね、それ来てないんですけど、そのバイクのメンテナンスとかの時にそのいわゆる、ま、ワークアウトというかその仕事しながら着るみたいな感覚で、もう汚しターンしてこれちゃんと洗濯してるから、あの綺麗なんですよ。でこのそう、7年間使ってる、すごい、ね、そうなんですよ。ありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。話したかったです。日焼けの絵何度も読んで何度も泣いてるんですけど、あのお仕事って大事なのってやっぱり熱量かなと思うんですけども、お二方ともに何かこう成し遂げて意図せずに涙がこぼれるぐらいの、涙がこぼれたというエピソードがあればちょっと伺ってみたいなと。そうですね、何かを成し遂げて、連載の本当最終回書き終えるか取りかかるかぐらいのタイミングで、実は私前職勤めてた会社の、本当に私お世話になった恩師と思っている社長が亡くなったんですよ。やり終えてっていうところで、なんかこう一個区切りで挨拶しに行きたかったなっていうので、ちょっと心残りというか、あ、なんかちゃんと書き切れたのだろうかみたい なんかこう、まあ、前職の会社の、いや、もう辞めてるしみたい なんかそういうちょっとなんか恩返しできたのかなみたいなことをすごい考えてた時に、お通夜に行った時に、まあ、私にとってその、まあ、神谷さんみたいな存在ですよね。その一番最初に憧れた先輩、その先輩と本当に何年ぶりかに会って、でその時第一声でなんか、あ、エレン俺の息子大好きでさって言って、エレンをその私が大好きだって先輩の息子さんが読んでくれてたっていうことを知って号泣したってそう、なんかその何でしょうね、あ、この人にこうなんかちゃんと俺言い切れなかったなとか思っていたけれども、こう思わぬところでその次の代の人にその思いが伝わってるみたいなことが、なんか不思議とあるのかもなと思って、っていう、私が成し遂げたというよりは、なんかこうそういう巡り合わせみたいなことがなんか頑張ってれば起こるのかもと思ってっていうことがありました。泣いたのはその時が、そうですね、その時にすごい泣いたっていう、うん、いうのを思い出した。ちょっと暗めの話ですよ。ああ、いい。基本的にやっぱ連載中ってさ、それどころじゃないんだよ、正直。結構その嬉しいこと悲しいことはあるんだけど、連載中はさ、そこでそこの感情に浸りきる時間はないというかさ、俺だから前YouTube とかでも話したけど、最終回が世に出た時に泣いた。反響が良かった。すごい反響があって、だずっとそのなんかさ、ずっと抱えてたわけじゃないんだけど、みふりんさんをその漫画家に誘ったというか、その名乗り出てくれたんだけど、みふりんさんをさ、その脱サラしてその漫画家にまあこう呼んじゃったのが
さん、左手の作品じゃないですか。で、なんかその一巻出た時にちょうど二人で飯食ってたんですね。ほんでたまたまなんかそんなにしょっちゅう行くわけじゃないんだけど、二人で飯行きましょうっつって、あの飯食ってたんだけど、あのその時にリンさんから、編集のリンさんから LINE が来て、一巻の調子が悪いみたいな、あのあんまり売れてないみたいな。初速そうですね、確か一巻発売してそれのなんかこう反則でイベント回りしてた後ぐらいに多分ご飯食べてて、うん、で初速出ましたみたいな感じで確か連絡来たんですね、うん、で実際その10版まで1年ぐらいかかってるんですよ、うん、そっから1年間ぐらいその調子で4巻ぐらいまで出て、4巻5巻ぐらいで初めて10版みたいなのが、うん、一番辛かったのはその1年間で、だからまあその後もそのドラマ化とかいろんなことに恵まれた作品ではありつつ、でも心のどっかでそのリフニさんを会社を辞めさせてまで、これかっていうのはちょっと思ってて、なんか勝手にそので最後のその反響を見た時に、そうね、まあ、こんだったらやめてよかったじゃんって思った、うん、その時泣いた。いや、本当でもそれ、うん、さっきの話にもつながりますけど、うん、私もそのそうですね、前職のやっぱり恩があったんで、そこに対してまあなんかよかったじゃんって言ってもらえるかなっていうのが、うん、なんかその社長のお通夜の時になんか実感できたというか、うん、あ、若い世代が読んでくれてて、うん、私が思いがけずその伝えたいとかっていう一方的に思ってた方じゃない、私がその会ったこともないような人が読んでて影響を受けてみたいなことが起こるんだっていうことをなんか目の当たりにしてすごい感激したっていうのにつながってるんだと思うんですけど、良かったですよ、なんか良かった、本当にその、うん、漫画は大変よ本当になんかさ、マジでうん、そうなんかやっぱ寄せてみとか出ちゃうんですよね、うん、こうもっと会いに行けばよかったとか、なんかそんなこと思っちゃうんですけど、その本当に俺らは幸運だと思う、その読者に恵まれて書いてよかったなって思える形で終われて、本当によかったなと思う。じゃあもう時間ないと思うんで、最後にあのクソみたいな日にどうしたら頑張れるかに、はい、僕なりに答えて終わろうかなと思うんですけども、そういう時は読むだけで頑張ろうと思えるモチベーション上げてくれるコミックスが存在するんです主演者のジャンプラス連載していた左引きレレンっていう漫画が、あなたのクソみたいな日をカバーしてくれます。ぜひ皆さん読んでください。これでもどっからどう取る絶対大方言うことだよ。あ、いい感じですね。ちょっともうちょっと下がっていただいて、あ、今入ってますね。したらちょっとここで写真も撮りますね。